はいどうも、わっきです。さあ、今日ご紹介するお店は都心部ではもう有名なチェーン店でございます。中華のチェーン店かな、福神さんにやってきまして、ゆっちーは福神は食べたことある？あります。たまにあのお世話になってます。福神ってさ、手もみラーメンが有名なんでしょ？そうですね、手もみラーメンが。で、俺今までね、チャーハンとか定食しか食べてないのよ。チャーハンセットとか美味しいからさ、これ見てよ。350円以上注文すれば月額500円で餃子が毎日食べられる。うわ、最高じゃないですか。福神餃子定期券っていう、ね、うわめっちゃいいですねこれ。これはすごいね。だって大体350円以上注文するでしょ。しますね。ラーメン系のねメニューはまあ、代表的なものはねずらっとあるんで、そうです。こういうところでさ食べたいのってタンメンとかね。ああいいですね。あとほら五目あんかけラーメンとかさ、はい、めっちゃうまそうじゃない。で確か俺前これ食べたんですよ、生姜焼き。うわいいですねこれ、うん、僕今腹ペコなんでこれめちゃくちゃ食べたいです。腹ペコ男子はもうたまらないからね、うん、麻婆豆腐定食とかさ、うん、レバニラとかさ。あ、僕これ、ね、よく食べますね。あ、これ食べる、はい、ということで今日は福神で食べていきたいと思います。久々に福神に行きましたけどね。セットもね美味しそうだけど、生ビールセット。うわ最高ですねこれ。ワンコインで今来てるのは昼過ぎでしょ。飲みたいね。もう行っちゃいますかお昼から。まだやることあるから。いやでもやっぱりさ、店内入ってくるとまたちょっと食べたいもの変わってくるよね。この中華の香りも大好きなんで、店内の中華の香り、はい、なんかこの独特のあるじゃないですか、油の香り。そうです。中華の香りって初めて聞いたわ。ホッキーさんこれめっちゃ良くないですか。あ、そうですか。これね、お供ラーメンね、はい、そうです。まあ、要はミニラーメンでしょ。そうですね、ミニラーメン、うん、プラス100円でつけられるんで、うん、お財布にも優しいです、うん。まあ、で、チャーハン。チャーハン行く。チャーハンは何チャーハンの。チャーハンは肉チャーハン行っちゃっていいですか。おいおいおい、全然。じゃあこの肉チャーハン。肉チャーハンね、はい、スタミナつけたいのね。そうですね。野菜タンメンのダブル餃子。ダブル餃子、はい、はい、ございます。餃子少々お時間ください、はい。なんかさ、こういうところの水ってさ、うまいんだよね。あ、わかりますね。はい、やっぱスピード速いですね。注文して3分ぐらい。3分ぐらい。福神の野菜タンメンやってきました。初めて食べるの。で、ゆっちーのもやってきましたよ。うわ、このチャーハンめっちゃうまそうだね。これやばいな。これやばいですね。スタミナつくよ。で、お供ラーメンプラス100円。結構量多いんだよね。いや、びっくりしますね。ちょっと初めて頼んだんですけど。これで100円はお得ですね。これで100円だもんね。なかなかいいんじゃない？で、ダブル餃子もやってきました。めっちゃうまそう。ヤバッキーさんと野菜、やっぱあんま似合わないですね。そこは否定しないで。いただきます。うわ、さっぱりしてるね。野菜の旨みが、あ、うん、かなりどっさり入ってますね、うん、おいしい。クコの実が入ってんのかな。ちょっとびっくりだわ。ラーメンにクコの実が入ってる、うん、ほら珍しいですね。珍しい。キクラメンめっちゃでかい。めっちゃでかいですね。キャベツめっちゃ甘い。あ、ほんとだ。ざく切りでいいですね、うん、手もみ麺です。麺が短めだな、うん、そうですね、ちょうどいい長さ。うん、うまい。あ、手もみ麺美味しいですね。うまいね、うん、肉チャーハン美味しいですね。チャーハンうまいですね、うん。これはうまいのチャーハンですね、うん、チャーハン美味しいです。うまいでしょ。これいやでも改めてこれが100円で食べられるってのはすごいかですね。なんかもう少しあの味噌汁ぐらいのお椀かなと思ってたんですけど、ね、結構大きいよねこれね、うん、
いやあれもチャーハンいいよな。あれバッキーさんなんか一口欲しそうですね。あれがワンパク小僧みたいな。チャーハンいただけますか。あ、ここで盛りますね。じゃいいですか。はい、てかユッチそれあれだからね、あの餃子に酢とか醤油入れるやつのサラダだからね。それですね。なんかあの店員さんが気を利かして、違う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 、餃子来てんだからさ。バッキーさん用のそういうサラダかと思ってました。ありがとうございます。ご丁寧にお肉までね入れてくれて、お供え物みたいな、ね、あ、うまっ、うん、肉あれだね、うん、甘辛でいいね。あ、そうなんですよ、うん、手もみ麺もさ、うん、この不規則な縮れがね、そうですね、餃子もさ、食べないうちに食べようよ。そうですね、うん、じゃあこれだけで、はい、やっぱ行くと思いましたね。野菜は国産野菜らしいじゃん。そうですね、あの調べたら野菜らしい。最近あのユッチーに来る前にちょっと調べさせてるっていう。また餃子で麺が進むよね。いいですね、いろんな組み合わせが、うん、でちょっと羽根付きのような形で、ね、ちょっと若干羽根付きだよね、うん、これね、うん、国産のその温かみが伝わってきます、野菜から。え、国産野菜の温かみ。はい、国産なんでやっぱりその馴染みあるじゃないですか。ちょっと詳しく聞こうか。これ以上もうちょっとやめて。初めて聞いたわ。これ以上ちょっとやめてください。ないんで。国産だと温かみを感じるんだ。そうですね、やっぱ同じ日本で。すごい舌をしてるね。さすがに俺温かみまでは分かんなかったわ。ちょっとまだまだダメなのかもしれない。これラー油をさ、うん、このタンメンの塩スープに、はい、ラー油がめっちゃ合いますね。ああ、ほんと、うん、酢とラー油なんだ。そうなんですよ、酢とラー油なんだ。へえ、知らなかった。美味しいんですよね、酢とラー油。醤油は使わないんだ。そうですね、うん、あ、美味しい。新しいな、酢とラー油っていうのは。本当ですか。これ結構さっぱりして、あ、そう、最初はあの素材の味を楽しめるんで、あ、そう、おすすめ。俺いつもさ、酢だけかさ、酢コショウだから。あ、酢コショウとか。そう、酢ラー油は初めてかしら。あ、合うね。はい、合うんですよ。いや、これも美味しいんだけど、これは酢コショウかな。あ、酢コショウ。ここは分かれるね。ここは好みが分かれる。あ、酢コショウやったことないですね。逆にやったことないな。あ、石の方がうまいかも。酢コショウこんな美味しいんですね。美味しいの、うん、いや、酢ラー油もいいけど、俺は酢コショウ派かな。ちょっと今、傾きすぎる。こっちも美味しかったけどね、うん、最後これもう野菜がほら、うん、どっさりです、ね、うん、餃子2個分からの少し、これ鉄板で煮るんです。あ、鉄板だったんです。ごちそうでした。ゆっちゃん、あのバス見てよ。お、すごい、池バスだって。まあここ池袋だからね。ということでさ、やっぱほら、しょっぱいもの食べた後はやっちゃいましたよ、甘いもの。そこでファミマあったからさ。ほら見て、ワッフルコーン、北海道ミルクバニラ、最高でしょ。急に何の絵だっていう。ヤワキさん、僕まだあのお腹いっぱいになってないんで。え、どうなの。蒙古タンメン行きたいです。あの辛いの好きなんで。あ、蒙古タンメンね、はい、そういえば俺も最近行ってねえな。その前にまだお腹いっぱいになってないの。あ、なってないです、まだ。蒙古タンメンはさ、うん、別日でいいかな。あのほら、許可取らなきゃいけないから。あ、そうですね、そう、うん、じゃあ牛丼にします。アイスで締めさせてよ。